んにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の15課18番目のビデオです。単語の67番からです。ちょっとね、次のね、授業が迫っているので、ちょっと急いで撮っていきたいと思います。今日やる単語は、地元、そして取引先、絨毯、出張所、所長ですね。この1、2、3、4、5、5つやっていきたいと思います。全部名詞だし、ちょっと、時間もないので、今日のビデオ短くなるんじゃないかなと思います。簡単に行きましょう。地元、地というのは、そこの土地ですね。土地、2D ね、land。で、元というのは、自分のその近くとか、その場所のところですね。オリジナルのという意味があります。で、意味なんですけど、ほとんど同じですけど、ちょっと2つ確認しましょう。一つはですね、その土地、発祥地で、地元の、例えば野菜とかね、例えば私が今香港にいて、地元の野菜を食べるというと、香港の野菜を食べることになります。で、それからもう一つですね、出身地とか、故郷、ホームタウン、これは今度はね、自分のですね、例えばね、私は、あとね、地元だね、地元ホームタウンね、地元に友達がたくさんいます。この意味は、香港じゃなくて、今いる場所ではなくて、私のホームタウンなので、私は生まれたのは奈良県、育ったのは北海道なので、奈良や北海道に友達がたくさんいるという意味になります。なので、文章の中、ネイティブの人が話しているときに、その文の中で、この今いる場所、この場所の意味なのか、その人の出身地、その人の故郷の意味なのか、ちょっとそこ、二つの意味があるので気をつけてください。だけどね、同じ場合もあるよね。例えば、私が香港人で、香港にいたら同じ場所になります。でも、私は実際には日本人で北海道の人なのに、今香港にいて地元と言ってるので、ちょっとミスリーディングで、ね、間違いやすいんですね。勘違いしないように気をつけてください。例えばどういうふうに使うか。地元の人。地元の人ってことは、ローカルピープルですね。ここに場所を入れてもいい。香港の地元の人とか。ね。それからね、地元の名士。名というのは、有名な人、著名な人、素晴らしい、偉いの意味があります。有名だけではダメです。偉い人です。例えば、地元の名士というと、例えばね、私の北海道の場合ね、地元の名士というと、例えば、社長さんとか、うん、それから、そうですね、漁師さんの、漁師組合、漁師フィッシャーマンね、漁民ね、漁師さんのそのね、偉い人も名士でしたね。それからね、私の友達のお父さんが PTA の会長だったんですけど、ずーっと会長やってて、やっぱり、田辺さんっていう、田辺さんちのお父さんは名士でしたね。あんな感じですね。それから地元の友達ですね。地元の友達っていうと、私のホームタウンの友達の意味になります。それからね、地元の、これカタカナね、ノリですね。話し言葉、スラングです。地元のノリというのは、これは、例えばね、大阪の人には大阪スタイルの会話とか遊び方とかがあります。北海道には北海道の遊び方や話題トピックとかがあります。そのローカルのトピックを話したり、ローカルの遊び方をしたり、ローカルの習慣で一緒に何かするときに地元のノリと言いますね。で、地元のノリがわかりませんとか。今私は香港のノリね、香港の地元のノリ結構わかると思うんですけど、遊び方とか、広東語もできるし。でも、来たばかりの時は香港のその地元のノリがわからなくて、いつもちょっと、なんで面白いのかわかんない。例えばね、香港の映画、ジャオシンチのシャオリンサッカーとか見て、で、実際ね、よくわからなかった。英語の字幕で見てて、広東語の映画を見てて、香港の人は、はっ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 て言うんだけど、私だけ、今何が面白かった？だから多分ね、ノリがわからないからだと思いますね。そうですね。ノリが違うとかね。そうですね。それから、地元を、出身地、故郷と、考えたら、地元に戻ります。地元に帰りますとも言います。で、私もね、今年ね、2月ぐらいには一度地元に戻りたいなと思ってます。皆さんは戻りますか、ね、旧正月ね。次、68番。取引先ですね。取引はビジネスのことです。例えば商品とかサービスをこう、あげたりもらったりする感じね。取引します。で、先というのはその場所。つまり、
取引ビジネスをしている相手、相手ってどういうシャンダリですね、どういうフォンね。なので取りビジネスパートナーの意味です。お客さん、依頼人、クライアントですねと言い換えることができます。こんな感じね、と取引先に電話します。取引先に休みを伝えます。これ休みを伝える、例えば私は、例えばね、私の生徒さんたちね、学生たちに私がいつ休むかですね、次の休みはいつですよ、いつ旅行に行きますよとかね、を皆さんに伝えます。あとは取引会社ですね、取引して、取引先が、あ違う、ごめんなさい、取引先の先を取って取引会社ですね、取引会社といった言うこともできます。で次行きましょう。69番、絨毯ですね。絨毯はカーペット、英語のカーペット、あの下、床にね、オンダフロアね、床に置くもので、あ、なんかこんな感じなんかこんな、こういう感じですね。でもこれはあのウールでね、こんな感じなんですけど、もっとあのもうちょっと硬いよね。私のあのお友達、日本語がペラペラのトルコ人の友達がサディックさんって言うんですかね。サディックさんはあのカーペット屋さんで絨毯屋さん、トルコがね、絨毯が有名です。中国もちょっと一部有名なとこもあるけど、綺麗なんですよね。トルコってあのトゥオアルチでね、あーターキーね、トルコの絨毯綺麗ですね。のどちらも使いますが、私の印象ね、カーペットというとちょっとね、安い感じの、なんかアキアとかニトリとかで売ってるような感じのイメージで、であの絨毯っていうとね、ちょっと高級な絨毯のイメージがあります。でもあの同じものです。動詞はね、絨毯を敷くです。床に、オンダフロアね、ディーバンね、床に、カーペット、絨毯を敷くと言います。あとは絨毯に掃除機をかける、あこれね、このあのさっき授業で出てきたの、掃除機あるじゃない、バキュームクリーナー、ウィーンってこう、バキュームクリーナーね、で掃除機ある、先生動詞なんて言うんですか、掃除機をかけるです。例えば洋服にアイロンね、あれもと洋服にアイロンをかけるねと言います。次行きましょう。ちょっとごめんね、急いでるからね、なんかね10分ぐらいで終わりたいですね、70番、出張所ですね。皆さん出張と聞いたら何を考えます？そう、ビジネストリップですよね。でも出張でね、違うんですね。実はね、出張所の意味はあの旅行、ビジネストリップと全然関係ないです。会社の支店や支社の意味で使っています。で、あの会社によって使う単語が違いますが、イメージがありますね。出張所はね、小さいです。社員がほとんどいません。例えば香港は出張所がとても多いです。社員が一人や二人しかいない日系企業も多いですよね。で次に大きいのは支店ですね。支店、あと支店というとあのお客さんが来る場所なので、銀行とか、あとデパートとかね、支店になります。あとレストランとかで、支社というとお客さんが来ないような会社ですね。なんか貿易の会社とか、なんかあのなんてお客さんが買い物に来ないような会社ね。あと自動車の会社とか、ああいうところも支社と言いますね。出張所に勤めるとか、出張所に勤務するですね。勤める、勤務するはにをあの使ってください。働くという時にはでだよね。出張所で働きますね。あの女子気をつけてね。それから71番、所長ですね。あの所長というのはその出張所の所長さん、だから場所、その場所の一番超偉い人ですね。ちょっと確認しましょう。社長はどんな人？そう、会社で一番偉い人。この社は会社の社ですね。次、校長。さあ校長はどんな人？そう、学校の校だよね。そう、学校で中学校、小学校とか、あの学校で一番偉い人を校長と言います。次、園長。園長って公園じゃないよね。違う。例えばね、そう、幼稚園とか、なんかあのキンダーガーデンね、幼稚園とか、それから動物園とかね、国定公園とか、ああいうところの園長さんです。国定公園、園長って、あ、言わないかも。ちょっと変かも。公園、パークの公園は多分園長って言わないですね。管理人、管理長かな。わかん、なんて言うんだろう。で、次です。とね、
館長ですね。館長というと、そう、美術館、博物館とかのね、館長さん。それから局長って言ったら、局、そう、郵便局の局長とか、テレビ局、ラジオ局だね、TV ステーションとか、ラディオステーションのね、あの局長さんって言います。お、結構目標通り見た。今からちょっと急いで授業に行かなければならないので、今日ここまでにしましょう。あの、よかったら先生に忙しい中頑張ってるなと思ったら、LIKE、高評価してくれると嬉しいです。で、ほとんど毎日ビデオアップロードしてるので、よかったら今日ね、あ、なんか10分で短いなと思ったら、先週とか去年とかね、古いビデオ復習、もう一本見ていってくれると嬉しいです。じゃあまた明日一緒に勉強しましょうね。またね、頑張ってね。バイバイ。